こんにちはじゃー。はい、こんにちはじゃー。本日は、カレオの食そうと思うんだけど、見えるかな。見えるか、元上だ、カモン、クッキー、エースカモン、ビスケット、そういうこと、こうできたのかな。そうじゃ、見つけたんじゃ、これやっと。そうじゃそうじゃ、便利な店に売っておったのよ。便利な店、そうじゃ。どういうことじゃ、コンビニってやつね。コンビニってやつ。なるほどなるほど。うん、であのこれなんかいろいろ家紋があるらしいでな。開けてみようと思うんだけど。なるほど、開けてみよう。さあさあ、どんなのが入っているのか。よし、一つ並べる。聞いてくだされ。はぁ、じゃあ私も、あまた見て、笑うぞ。はい、せーの。見えるんだけど、何なんじゃ。あ、我はおだまっこじゃん。すごいではないか。わしこれ橘じゃな。うん、わしのこれ前田家のやつ。あ、梅鉢。病院の、わらは引き当てたぞ。信長じじ様の。おお、すごいではないか。誰も自分のやつは引いてない。引いておりません。自分、わらは自分。ああ、そうか、そうか、そうだ、ある意味そうだな。一つじゃな。一ついただく。いただきまする。いただきまする。うん、ビミ。これは貼り付かんか、大丈夫か。貼り付けた方が良かった。貼り付けた方が良かった。大丈夫だ。うん、じゃあちょっとこれ出してみるよ。お、たくさん。お、たくさん。良いの。よし、ありますな。開けるぞ、開ける。石田ジブの。お、何やこれ。第一。お、我が祖父豊臣秀吉公の霧の門でござる。お、良いの。我が祖父徳川家康公の三つ葉をいじゃなおなますどな。わしの家紋でもあるぞ。真田殿も六文銭もござります。あとどうじゃろの。あとは三代美子はないのか。殿ないじゃないか。なんでじゃ。何故じゃ。三代美子もある。残念じゃな、殿家紋ないぞ。ありません。なんでじゃ。何故じゃ。お、ないの。ないの。なんじゃ、エースカモンだからな。差別するのか。そういうことか。そのようなことはございませんです。ないではないか。悲しいの。誰が作ってくだされ。どうじゃ、三階菱はあるのか。ないらしいぞ。ないのか。おいな、一覧乗っておった、ここに、後ろに、ほら。あ、乗っておる、乗っておる。なありませんか。三階菱ないではないか。ないのか。なんと。秀政さんが作らんと。このな、三階菱というのは、王という形をの、朝廷から賜った形をの、そうじゃ。それをちょっとこう、崩して作ったと言われておるんだが、残念ながらこちらには入っておらぬ。名家だぞ。名家だぞ。名家。まあその話はもういい。食べましょう。そうそう、食べよう。一個な、さっき実は取ってあんだからな。なんか取れてなかったのでな、一個減ってしまってな、カモンが。さっき食ってしまってな。もう三つ葉にないのじゃ、こっちに。そう。徳殿が充電はせぬから。なーい。致し方ないよ。そうだ。三階美子も食べてしまってなくなってしまったな。三階美子もともとありますね。さっきそういう話。わしまだな、真田殿あるぞ。先ほどの真田殿をいただいたので、わし。三つ葉をいないのよ。同じ命にしゆえにな。では、わしも、わしは大阪城での軍船をいただいた縁より、わしも真田殿を。わらわは？わらわは？僕何が言う？わらは何がゆかりあるか？僕は、そうじゃな。そうじゃな。ナオトラ殿のいい家とか、その辺りのほら、うん、遠く辿っていけばな。そうじゃ、そうじゃ、血が繋がっておるじゃん。では、いただきまする。いただきまする。いただきまする。張り付いておらぬぞ。張り付かなかったな。張り付かなかった。張り付かぬ歌詞もあるんじゃな。耳で、だいたい張り付かんぞ。どこだけじゃ張り付くな。おかしいじゃん。私たち謎すぎて。謎のお菓子。みんな見てくれたから謎のお菓子。もうなんか。よかった。美味しかった。まだあるね。これまた召し上がっていこう。ありがとうございました。ありがとうございました。次は三階美子があることを願って。そうじゃな。大事だな。よろしくお願いいたします。来週に。